新見世駅は台湾に北市新見世区にある台北都市新見世線の駅。駅番号は G01。かつて台湾鉄路管理局新見世線の同名の駅も同地にあった。副駅名は北丹。当駅は北四時の西側、北新時と接続する南側にある。駅名は所在地と台湾鉄路管理局新見世線の駅名である新見世から取られた。 東駅近くには有名な平坦風景区がある。地元の人は、新見総駅と呼び、隣の新見区高所駅と区別している。東駅は、台北都市運で、台北都市運土壌船長保駅に次いで2番目に、南に所在する駅である。松山新見線ホームあたり、駅付近には、北新寺に、都市運、新見駅のバス停、北四時には、分散国中のバス停、 中高路には新店のバス停がある。ここで新店客運バスに乗り換えることにより、カラスライ、ツボ林、アンコウなどに行くこともできる。台北市内からカラスライ温泉を訪れる観光客は短時間で行ける当駅乗り換えを選ぶことが多い。パブリックアート当たり駅の出入り口広場には二組の開港と題された作品が設置されている。作者は日本の田辺武史。 一組は自然石十二個からなる。もう一組は三本の石柱、十二枚の石板、一本のアルミ製明かり柱からなる。ありがとうございます。